はい、皆さん今回は第116回になります。それでは、見ていきましょう。 The music industry also faced a challenge、音楽業界もまた課題に直面してたと。ということで、前回はあれですよね、Apple が、iPod を作って iTunes も作ったんだけども、iTunes を作って、一体型を考えてるんだけども、どうしてもまだ CD を外で買わなきゃいけないと。まあこういうことがアップルにとってのチャレンジであり、音楽業界もチャレンジがあった。それは何かというと、 It was being played by a bestiary of piracy services Napster, Grokster, Gnutella, Kazaa that enabled people to get songs for free。この難しい単語ですね。ベッシャリーっていうのはね、辞書引くと中世の動物偶話集って書いてますけどね。要するに中世の時に書かれた、まあ、いろんな種類の動物についての、まあ、物語とかその描写を集めたものらしいんですけどね。プレイグっていうのはこれ悩ますって意味ですね。UE までが原型ですよね。まあ名詞では疫病ですけども、ナップスター、なんか懐かしいですね、これね、結構古い。グロックスター、これ知らないですね。グヌテラ、これも聞いたことない、私は知りませんけども、カザーっていうんですか、これが全部パイラシーサービスですよね。いわゆる違法のダウンロードするやつですね。それがなんか動物の、中世の動物のなんか音みたいだから、ベッシャリーって言葉を使ってるのかもしれませんね。動物、グーワシュというね、はい、それによって、ね、悩まされていたということは、まあ、違法ダウンロードに悩まされていたということですよね、音楽業界は。で、そのパラシーサービス使うと、人々はイネーブル目的というか、人々はただで音楽を手に入れることができたんですよね。Partly as a result, legal sales of CDs were down 9% in 2002。まあ、一部にはその結果として、その CD の合法的なね、リーガルセールですか、合法的な売り上げが2002年には 9% ダウンした。これ went down はダウンなどには、これは程度を表す倍の省略ですよね。どの程度減ったかというと 9% ですね。これ 9% に減ったら絶対2は省略できないんですけど、程度を表す倍は省略できますよね。いずれにしても、まあ、2桁近く売り上げがね、CD の値段が下がってるわけですね、まあ、違法ダウンロード行為によってね、まあ、これもだからお互いが必要としていると、アップルも音楽業界もお互いが必要としているといういいだからタイミングですよね、そういう意味ではね。